はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、土地区画整理法の概要について解説いたします。土地区画整理事業ってそもそもどんな事業なのか、土地区画整理ってどんなものなのかっていうところを、まあ一番最初に押さえておくと、これから勉強していく上で理解しやすいんじゃないのかなと思って、まず土地区画整理に関する内容をお話ししていこうと思います。まずちょっとこちらの図見ていただきたいんですけども、これが道路です。これが道路で、これ一つ一つ土地ですね。6個の土地があったと仮定して、これちょっと使いづらいですよね。土地が四角じゃないので、まあ、すごく使い勝手が悪い土地なんですよね。また道路もぐにゃぐにゃしていたりして、すごく使いづらいと。なんでこういったところをちゃんと区画整理をして、このようにしたらすごく使いやすい土地になりますよね。なのでこのような土地を工事をして、こんな感じにしていこう、これが土地区画整理なんですね。土地の区画を整理していくっていう、まあ、そういった内容となります。で、これ今6個しかないので、工事自体はおそらく 2,3 ヶ月ぐらいで終わるぐらいかなっていうイメージです。ただこれがすごくたくさんの土地、広い土地で土地区画整理を行うってなったら、3年とか4年とかかかったりする場合もあるんですね。で、そうなってきた時に、例えばなんですけども、上から工事をしていきましたと仮定します。まず2つですね、この辺りを初めに工事をしました。そうするとここだけ工事終わりますよね。で、まだ下は工事終わっていません。工事が終わっていないけども、とりあえず区画整理が終わった部分、ここについては、まあ、建物を建てていったとしても、まあ、大丈夫でしょうと。まだ工事全体終わっていないけれども、とりあえずこの部分っていうのは工事が終わっているわけだから、この土地については、まあ、建物建てていっていいですよ、使ってっていいですよ。そういった場合に仮勘地っていうものを指定をして使えるようにしていくんですね。この2つの土地について仮勘地が指定されたという図です。で、一番最後、これ終わりますね。工事が完了しました。上から工事を行っていて、全て工事が終わりました。そうすると勘地処分っていう処分を行うんですよ。そうすると一つ一つの土地っていうのが勘地と呼ばれるんですね。で、意外と多くの方が理解間違っている部分で言うと、この仮勘地と勘地っていうのが全然全く違う場所にあるって思ってる方いるんですけども、もう仮勘地と勘地ってこれ一緒なんですね。もう場所的には同じ場所にあるんですよ。名前が変わっただけなんですね。こことここで言うと、ここもそうですね。仮勘地から勘地に名前が変わっただけなんですよ。結局はここ工事終わってますよね。ここまでは工事終わっていて、まだ工事が完了してない、全部工事が完了していないから仮勘地っていう風に仮っていう言葉がついているのであって、結局最後まで工事が終わったらここっていうのは勘地に名前が変わるんですね。なので場所同じです。なのでこの点を理解しておくと、土地区画整理法分かりやすくなるんじゃないのかなと思います。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、ここからですね、ちょっと言葉の意味を解説していこうと思います。まず従前の宅地っていうのは、もともとの一個一個の宅地といったイメージで大丈夫です。で、続いて現部ですね。現部、これは道路の拡張とか公共施設用地を確保するために、土地所有者に一定の負担をさせること、これが現部です。具体的に言うと、ここの従前の宅地とこの勘地、これ全体見ていただきたいんですけども、まず道路の幅が、これ見た感じわかんないかもしれないですけど、これ広くなる場合がやっぱ多いんですね。広くなります。
で、しかもこれ公園だったりとか保留地っていう土地をこれ使っているわけだから、一つ一つの土地ってちっちゃくなるんですね。元々の土地よりもこっちの土地の方がちっちゃいんですよ。土地所有者が所有する土地、これはちっちゃくなっちゃいます。つまり一定の負担をさせているって話なんです。例えばここ100平米だったらここ90平米になってますよ。ここ150平米あるけれども、ここは130平米しかないですよ、みたいな感じでちょっと土地がちっちゃくなるんですね。まあ、これが原部です。で、続いて保留地、まあ、ここにも保留地入れてるんですけども、これは売却をして事業の費用に充てる土地。これ土地区画整理を行うってことは、これ工事するわけなんでお金かかりますよね。そのお金に充てるために保留地というものを作っておいて、これを売ることによって事業の費用を作り出す、そういうための土地です。で、最後に完治商応の原則ですね。これは従前の宅地と完治、この位置、地籍などがそれぞれの土地に対応するように定めることを言います。まあ、こういった原則ですね。これはもうこれ見ていただくと分かりやすいんですけども、この土地がこの土地なんですね。だからここの所有者っていうのは工事が終わった後ここの所有者になるんですよ。で、ここの所有者はここの所有者なんですね。場所一緒ですよね。まあ、ほぼほぼ一緒です。で、ここもそうですね。ここの所有者はここの所有者になる。だから大体場所がこう照らし合わせて大体一緒になってますよね。また地籍、これは土地の面積なんですけども、これも大体対応してるんです。例えばここちっちゃいですよね。この土地はちっちゃいからここはちっちゃめで、ここは大きいからここ大きめみたいな感じで、従前の宅地と完治をこう照らし合わせて大体同じになるようにしましょうっていう原則が完治商応の原則になります。で、今回はここまでなんですけども、次の動画でどん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 細かい内容、土地区画整理法に関する細かい内容を解説していこうと思いますんで、ぜひご覧いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。